はい、皆さんこんにちは。ゴルフバカイラストレーターの野村武雄でございます。今日はですね、Mトレーサーというですね、スイング解析のこの器具ですね、これを使ってですね、僕のスイングを一体どんなスイングしてるのかと、まあ大体分かってるんですけども、ちょっとやってみようかと思いますんで、もうこれでやるとですね、もう完全に僕のスイングがどういう、まあ、軌道からもうフェースの向きからもう全部分かっちゃうんでね、ちょっと怖いんですけども、ちょっと一発ここやってみたいと思いますんで、ちょっとやってみましょう。まずアイアンからいきますね。でこれね、なんとこの iPhone ですね、まあこれアプリがありまして、これでこの機械と Bluetooth でこうつながってまして、ですぐに分かるというね、それがもう簡単に分かるという機械なんで、やってみましょう。もうほんとこれね、簡単なんで、こうまずこう構えてピポピポって言ったらもうこれ打てるんですね。打ってみますね。これワッグルしても大丈夫なんですよ。もうこれね、僕結構アイアンはね得意な方なんでね、いい数値出ると思うんですよね。ちょっと見てみますね。ストップ解析、こういう画面が出ます。これで今の僕のスイングですね。こういうふうにね、自分の軌道が分かるわけですよ。これね、なんとこういうふうに回すと後ろからも分かるんですけども、この青いのがテイクバック、で黒いのがダウンスイングなんですけど、ちょっと見てますね。といってドンとすごいアウトサイドから入ってますね。この上がっていったところよりも外からすごい降りてるんですけど、これね V ゾーンっていうのをね、よくありますよね。これ見るとね、意外とこれいいんじゃないですか。あ、ダメだな。でも外から来てますね。結構今そんなまっすぐ行ってんのにな。はい、じゃあまあちょっと見てみますね。軌道がこれわかるんですよ。はい、フェースの向きというか、ほい、インパクトの時にね、これね 6.7 度、これは悪くないんじゃないのかな。これ向きですね、フェースの向きで、次、まあ、これナチュラルアンコックとか、まあヘッドスピードとか、まあためがどれぐらいできてるかとか、そういうの分かるんですけど、これがシャフトの、これシャフトでこれフェースだと思ってもらうと、こうぐーっとテイクバックでシャフトが回っていくわけですよ。これすごい開いてるんですよね、僕ね。ドーッと開いてゴンっていうね、まあフェースがというか、シャフトが開いてってんのに戻りきってない感がちょっとこれ分かっちゃうんですけども、これがね行き過ぎなんですね。僕まあ開いていくのは分かってたんですけども、ちょっとこれいくらなんでも開きすぎですね。もうちょいシャフトにこれ行かないと、フェースをインパクトで戻すっていうのが非常に大変なんで、ちょっとこれもう一回やってみましょう。もうちょっとね、こんなに開いてるんですかね、僕ね。もうちょっとシャットに上げて、ちゃんとやってみますね。そんなに開いてると思えないんだけどな。これぐらいのイメージですかね。ちょっとシャットに行ってみますね。これどうですかね。ちょっと計測できなかったです。こっちはちゃんと計測できてる。よ。多分今結構ね、シャットに上げたんでね。スイング的にはどうですかね。こういう感じなんですけど。はい、アウトサイド。ダメっすね。治んないっすね、これはなかなか。
じゃあ見てみますね。とりあえずフェイス、これがフェイスの感じですね。あ、これそんな悪くないんじゃない？あ、でもアウトサイドから入ってんのかな？アウトサイドから入ってますね、やっぱりね。で、見てみましょう。これはまあ、とりあえず飛ばして。さっきのやつ。あれ？結局ここまで行ってますね。結構シャットに上げたんですけどね。なんか難しいな。だから思ってる以上に、自分が思ってる感じよりも、相当、まあちょっと今やったつもりなんですけども、それでもこんなにフェースがトップに向かって開いていっちゃってるっていうね。だから自分の感覚とのこの違い、実際の。これをね、数値でこれ見れちゃうっていうのはね、非常に練習にも役立つし、いいんですけども、実際これ見せられちゃうとですね、立ち直れないというかね、まあ、お前こんなに開いてんだぞという今日言われたような感じなんで、まあかなりこれからシャットというかね、こう、開いていかないように、こういうイメージですね、こういうイメージで、バーンと言って捕まえていかないと本当に、まあ、アイアンなんでなんとかごまかせてるっていう感じだと思うんですけども、ちょっとこれをもとにですね、このデータを見ながら自分の弱点っていうのがよくわかるんで、今後練習していきたいと思います。まあ、本当にね、これスイングがね丸裸になっちゃうんで、もう見ないでっていう感じなんですけど、まあこれが現実なんですからね。まあ今後 M トレーサーで頑張って、もうちょっとまともなスイングになれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。